1月26日、松山市大手町1丁目のホテルジャルシティ松山で、四国コンテンツ映像フェスタ2016が開かれました。地域のデジタル動画コンテンツ制作者に発表の場を設け、人材育成や地域コンテンツの流通を図る、この四国コンテンツ映像フェスタ、今回で10回目の節目を迎えました。毎年四国総合通信局と情報通信懇談会で行っておりまして、今回で10年目になります。で、目的はですね、この四国地域の若い方々であるとかアマチュアのですね方々がですね、どんどんいいコンテンツを作って四国の魅力を全国に発信していただきたいというような目的でですね、やっております。で、今回はおかげさまで62作品の応募いただきまして、そして本日はですね、ファイナリストといいますか、最終8作品の中からですね、最優秀賞、優秀賞、特別賞、それからオーディエンス賞、そして10周年記念の特別な賞を、ですね、授与をしたところでございます。実はですね、今回10周年記念ということで、地元のですね、戸部町ご出身の、大森監督にですね、ぜひお願い、ご講演をお願いしたいというふうにお願いしまして、ご解読いただきましてですね、地域と地域で映画を作ることというようなテーマでですね、ご講演をいただいたところです。非常にですね、地元の高校生さんなんかもですね、いろいろと質問をされて、学生さんたちにとっては将来につながる非常にいい機会になったんじゃないかというふうに思っております。この日会場で投票が行われ、選ばれたオーディエンス賞、ゲスト審査員大森監督が選んだ10周年記念賞は、共に県立長浜高校のプレシャスライツが選ばれました。受賞した皆さんは次回作への意欲も見せ、次回の四国コンテンツ映像フェスタにも多くの作品が届けられることでしょう。